木村俊之助、1967年6月27日体は、鹿児島県大島郡徳之島町出身で、友津鍋屋所属所属の現役大禅を行事。血液型は A 型。行事としての初土俵は、1983年5月場所。身長173センチメートル。元立、行事27代、木村昭之助の弟子である。 実刑は、元小結、衆議院議員で、タレントの朝日道さんで、中学生の頃に、兄が相撲部屋で小さな体を泥だらけにして稽古を、している姿を見て、助けになりたいと思ったという。高校受験して受かっていたが、進学をせず、行事になった。息子の涙ミタは、定見所属のプロボクサーとして2015年に、デビューしている。 東京場所で用いる軍配は、同じ一門の横綱白鵬と共通の、講演会関係者から送られたもので、表面に、鳳凰の巻絵が描かれ、裏面には27代、木村正之助が希望した、精神一位たる、軍配の漆塗りは、輪島塗りの人間国宝と各界内外のトップの、最高級を凝縮したものである。この軍配は500万円を超えるものとのこと。 な子の軍配は完成直後兄弟子である律、行事37代、木村翔之介が一回だけ裁いたことがある。ABC、大相撲名館相撲部屋別紹介、友綱部屋、グー大相撲。2012年6月16日閲覧。木村俊之介。2012年6月16日閲覧。朝日道さんのおいと元みす美女ボクサーが、テスト受験。 ボクシングニュース、http コロンスラッシュスラッシュ boxingnews.jp スラッシュニューススラッシュ28216スラッシュ2015年7月16日閲覧。定見、コム選手プロフィール、ナミタヤマト。www.teiken.com。2019年11月17日閲覧。 幕内各行事500万円超の軍配で、白鵬戦の夢から大相撲裏話から相撲、格闘技コラム、日刊スポーツ。nikkansports.com。2019年1月21日閲覧。ありがとうございます。